お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、現環境最強デッキ5戦ね、はい、やっていきたいなと思います。今シーズン含め今環境がね4シーズンですね、はい、変わってないというわけで、もう強いデッキがやっぱはっきりしてるんですよ。あのデッキは強かったり、あのデッキはちょっとあんま使われないな、みたいなのがはっきりしてるので、もうね、最強な5つ、紹介していきたいなと思います。早速ね、第5位。マージャージャーオールブレイカーです。まあ最近僕、すごいね、ハマってる、デッキでもあるんですけども、前シーズンもマルチ上位ね、めちゃくちゃ使われてました。はい。もうなんか端前マジでじゃ出してトルネでピッてこう射抜きまくるデッキです。で、結構使い方もまあシンプルなので、まあなんか難しそうっていうイメージもあるかもしれないんですけども、ちょっと使えばね、はい、すぐ慣れると思うので、まだねこう高回転やってみたかったんだよって方とか、まあマジでじゃ大好き俺って人とかはぜひねおすすめでございます。基本的にこうウォールブレイカーとヤリゴブリンをまあ端前で出して、まあなんかこうディガーつなげれそうだったらディガーつなげてみたいな、そんな感じですね。さあ今回相手はホグライダーですね。これ一発入っちゃうかな。まあまあまあ、これはねちょっとクロスでヒヤッとしたんですけど、クロスかって、そしたらホグでちょっとあれ相性いいか俺っていうそんな感じがしましたね今。まあホグとかバルーンに対してはこうボムタワーで守るターンもあれば、そのあれですね、トルネードで守るターンっていう、まあ、2回ね、なんか高回転でも相手が2パターンこうね、守る方法があるので、まあ、そういうね、もうホグバルーンにはもう相性いいっていうデッキですね。まあ、その代わりこう、ラバかな？個人的にはラバがもう一番しんどいですね。ラバだけは超難易度高いと思っていいと思いますけど、なんか前シーズンのマルチ上位の人は意外とね、ちょくちょく勝ってたので、意外と勝てるんだなと思いながら。さあ、ウッドいらなかったですね。申し訳ない。今回の相手、クエイクホグだと思うんですけど、今んとこでクエイク使ってこなかったので、なんなんやろなと思いながら、さあ、あのね、アーチャーとか射抜いていきたいな、僕は。これ射抜いていいのかな？射抜いちゃおう。よいしょ。射抜きたい。よし。この、射抜くのかな？お、ゾッパーだ。射抜くのが強いんですよね。で、ここで完封できますね。よいしょ。さあ、まあ、気づけばね、キングが落ちるなんてこともありますが、まあ、大丈夫でしょう。知らんけどね。まあ、次はボムで守るか、一応僕のね、このオールブレイカーデッキも回転が早い方なので、なんか、多分相手クエイクなので、クエイクならボム置かなくてもいい。トルネ、毎回ね、回転回しちゃえばいいかななんていうのもありますね。さあ、暇なので、ウッドとかも転がしてね。さあ、ボムでいいや。楽しちゃった。クエイク？クエイク打たない？ロケ？あ、なるほど。僕、気づきました。今回の相手、ウッドザップですね。はい。なので、ロケがないんですよ。多分。そういうことじゃないのかな？そういうことだよね。そういうことっすよね、これ。ウッドザップホグだからってことっすよね、多分。だから、噛み合いしょ。でもこれ突破できないんですよ、この。あ、やるんかい。ねえねえ。ファイブウッドザップや。え、ナッツ。え、なんかこんなデッキさ、めっちゃ昔なかった。プラロは。すげえ昔。いやー、とりあえずやっぱウッド転がすといいことありますね。さあ、しかも、これ射抜いていく。でもファイブ絶対使うでしょ。ファイブ使わないと、これ残りますからね。ウッドザップ。ウッドザップホグって懐かしいというか、なんかあれですね。久しぶり見たっすね。で、まあ、ボム置けなくても、トルネがあるっていうのが、成功よねっていう。ああ、まあ、ジェシャで見てもよかったですけど。まあまあまあ、クエイクだったらね、ワンチャンこう、クエイク削りで負けるっていうのもあるんですけど、まあ、今回相手、ファイボなんでね。よし。まあ、これも本当だったらね、クエイク相手だったら、ウッド打たないと一発入っちゃうんですけど、打たなくていいっていうね。ファイボなんでね。いやー、これ勝ち確ですね。まあ、なんかこう、もうホグバルーンにだけはもう異常に強いデッキですね。よいしょ。さあ、まあ、あとは僕がちゃっちゃ削れればいいんですけど。でね、これ多分大丈夫じゃない？ナイトだけ出す。なんかね、よく、上手い人がやってるというか、一つ、結構ね、強い技を教えると、ウォールブレイカーこう、まあ、単体飛ばすじゃないですか。
ディガー槍ゴブリンをよくやるんですよ。で、ディガー槍ゴブリンって何が強いかって、これディガーを後ろにやった時の、この槍ゴブリンが強いんですよ。ディガーになんか対応出した時に、ユニットが後ろ行っちゃうので、槍ゴブリンにももう一体出さないといけないんですよね。わかりますかね？槍ゴブリンがタワーやっぱ殴っちゃうので、ディガーが後ろに行って、そのディガーに相手のユニットがついていって、みたいなことがあるので、ディガー後ろの、槍ゴブリンがめちゃくちゃね、結構強いです。これね、槍毒です。はい。槍だけにね。はい、続いて第4位。こちら、メガナイトバルーンですね。ちょっと前にも紹介したかなと思うんですけども、まあこれもね、めっちゃ強い。めっちゃ強いのに、なんかそんな使われてないというか、なんか表であんま知られてないデッキな気がしてて、なんかね、この前動画出した時に、こうメガナイトブルーバカ強いっすって。結構ね、なんか今までそんな言われることなかったのに、メガナイトブルーめっちゃ強くないですかとか、はい。めっちゃ勝てますとか、2敗で負けましたとかもあったんですけど、なんかね、いつも動画紹介してもそんなデッキ褒められることもないんですけど、ね、そのデッキ強かったっすって言ってくれることあんまないんですけど、なんか、すごいぐらい、すごいぐらい言われて、あ、そんなに良かったんだと思って、ぜひまだね、このメガナイトバルーン、俺試してねえよって方とかは、ちょっと使ってみてください。なんか、すごい評価良かったんでね。そんな感じで、今回の対戦相手は、ヤナメ？なんか、なんや？なんか、俺の作ったバルーンスケラみたいな形してるんですけど。まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、守っていきましょうか。相手のムートとか、ハンターとか、結構カウンター要素のね、なんか、カウンターは最強カードいっぱいあるんで、ちょっと守ってから。こっちはバルーンの可能性もあるよな。親衛隊バルーンとか。いや、スケラか。まあ、このスケラは、ちょっとね、ヤナアメと、ザップで。よし。オッケーオッケー。まあ、これはちょっとしょうがないですね。今のは相手が上手かったというか、デッキが分かんなかったので、あれ、ヤユキか。ヤユキの、スケラデッキですね。いやー、これ悩むなー。ケツメがないとしてもいいんですけど、なんかしたところで低めムートないとザッピーで餌になっちゃうんですよね。あいつ、あれ？今ザッピーいんのか。いや、ザッピーいるなら、ちょっと待ったですね。ヤナアメザップで一応相手のザッピー処理はできるんですけども、やっぱメガナイトでしっかり形組んでから行きたいよねっていうのがありますね。さあ、で、ここはちょっと一回ね、防衛から行きます。で、メガナイト踏んであげて、もうこっちはザップで下側ヤナアメ打ってあげれば、まあ多少は守れるんじゃないっていう。よしよしよし。ちょっとなんかね、苦戦してますね、今のとこ。相手の攻めるタイミングがうまくて、ダメージ受けてるんですけど。あ、なんか、空振ってんな。さあ、トリトン？ああ、いいトリトン。さあ、バルーン使った。いや、これもう端前メガナイトっすね。なぜかというと、相手のハンター、相手ハンター咲いたのと、まあ、これいっぱいユニット残ってるんでね。居残り組がいるんでね。いやー、ここにザップを使うと、お、待って、メガナイトなんでタゲ、メガナイト君がタゲ取ってたからよかったんだよ。なんで逃げてきた。さあ、でも、うわー、いいや、ヤユキや。いいや、ヤユキや、さすがに。でも、これ、また同じサイクルというか、僕はちょっとエリクサーアドバンテージ取ってて、相手きついと思うんで、ここで攻めてあげますね。ババムートなんだな。てか、ザッピーいねえな。俺のザッピーか、もしかして。ずっと思ってたザッピーは。いや、このカウンターやば。えぐすぎる。マジで。えぐすぎる。よし。まあまあまあ。いや、耐えれはしますね。うん。うまい。めっちゃいいムート、それは。めっちゃいいムートなんで、しっかり遅れて丁寧に対応。オッケー。で、ナイトがいるので、しっかりちょっと耐える。オッケーオッケーオッケー。いや、よく耐えれてるな。相手のこの陸攻めがうまいっすね。暇だからバルーン飛ばしたいけど、これさ、僕の記憶が正しければさ、コウモリしかねえんだよな。よいしょ。やっぱザッピー持ってたのは僕っすね。ザッピー警戒してたんですけど、僕だったわ。オッケーオッケーオッケー。相手がね、今脳死でね、ハンター咲いたから、あ、これ見て。もう一回もう一回もう一回、同じ。脳死ハンター来たから。で、これ、あ、なんでタワーの滝が、
バルに行ってる。バカ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 。やばいやばい。やばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい。オッケーオッケー。まあ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 。で、まあこれメガナイト出しておけば大丈夫でしょ。で、ヤナム打って、コウモリも含めてね。やばい、早く早く、早く対応して。早く対応して。ちょっと怖い、ちょっと怖い。トリトン。ナイス、引っ張り。オッケーオッケー。よし、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 いいね。さあさあ、まあ、あとはこれは。オッケー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 。あ、めっちゃ苦戦したっすね。よしよし。今これはもうだって、バルーンディガーでハンター来るでしょみたいなところに。よいしょ。オッケー。さあ、バルーンちょっと飛ばすタイミングがね。ザッピーに自分からなんか相手の対空にって増やしてましたね。まあ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 。はい。なんかこう、まあ、守ってカウンターができるデッキですね。後ろからユニット出して、攻めてきたらメガナイトル踏んでバルーン飛ばすだけっていうのは、まあ、結構シンプルなね、カウンターデッキ、おすすめです。さあ、続いて第3位が、まあ、新鋭対老福。まあ、このデッキもね、もうなんか大会とかマルチの上位とか、もういろんなところで見かける。そう、大人気デッキですね。なんか相性取れるし、結構使いやすいし、で、まあ、使い方、まあ、二パターン、二パターンというか、立ち回り二パターンあると思ってて、一つは、新鋭隊を出して、その後ろにザッピーを出す。で、橋のね、真ん中ら辺にホバリングを出すみたいな、そんな感じ。結構、まあ、シンプルな、パターン A と、もう一個僕がね、よく言うのが、これ相手メガナイトなのかな？まあ、これなんか出すだけ良さそうですけどね。もう一個言うのが、まあ、罠を仕掛けるっていうんですかね。こう、後ろから、あ、これやべえ。ちょっとやべえ。これちょっとやばいっすね。このホバで許容かな。後ろから、ごぼうりとかザッピーとか出して、相手が攻めてきたところを、新鋭隊で蓋するっていうんですか。なんかこう、罠を仕掛けてるみたいな、そんな感じの説明を僕よくするんですけど、まあ、そんなね、二つ、立ち回りがあるかなっていう。あ、さあ、メガネってこかつか。まあ、地味だるじゃないですか、地味だる。まあまあまあ、言うて。さあ、ここになんかあんま使いたくないっすよね。よいしょ。いやー、LSP 使いたくなかったなー。しかもどっか行っちゃったし、いや、痛え。さあ、今回メガネとか、死にたい出しちゃあかんかったっすね。まあでも、1500、気合で折れねえか。気合で折れねえかな。1500気合で折ればこっちのもんだと思うんですよね。ロイホグを出さずに立ち回って、新鋭隊ザッピでね、そこにあれを使わせるんですよ。メガナイト。そしたらロイホグが刺さるんで、っていうサイクルをね、したい。僕は。よし。まあ、とりあえず組んでいきましょう。新鋭隊ホバーとか相手すごいきついと思うんでね。ホバー大事に。よし。で、僕は左攻めたいからこそ、あえてね、右側にプレッシャー与えていきます。で、インドラとかなのかな？さあ、これですね。ここ今言ってメガナイト使ったから、まあ、ここ結構もうぶっぱして、もう捨てる覚悟ですね。あれは。もうこっち折らしてくれっていう。オッケーオッケーオッケー。いいダメージ入ってる、いいダメージ入ってる。オッケーオッケーオッケー。いちいちにしてしまえば、相手ザップしかないから、僕、ホバとザッピーで一生ね、イモれるんですよ。で、なんだ最後、ファイボ削りみたいな。よしよし。いや、このね、一時交換でかいですね。さあ、後ろからもうイモってきます。で、こう、なんなら LSP でちょっと、ちょっかい出して。うん、そこ残すのっていう。で、こうしていくと、もうね、ああ、ホバ一発でいけー。で、僕ちょっとそういうことないんで、もうファイボとかでね。ヤンキーすぎかな。これちょっとヤンキーかもしれないですね。まあでも、相手絶対きついんでね。で、しっかりここには LSP 当てて、それだけ大事ですね。で、タルババもしっかり ?OK! で、これでなんならもう始め死にてするだけでもきついんで、しなくてもよかったな、でも。しなくてもよかったな。あ、ザッピー？ああ、いい、リセットかかった。いや、ホバがいい。しかもこの辺にちょっとね、こう出してあげたらもうこれだけで相手も困った。OK! これ、地獄すぎるな。まあでも、このね、ロイホグデッキなんですけども、まあ、新鋭隊にね、さっきみたいにメガナイト使わせたり、ボムタワーの相手とかも、新鋭隊にボムタワーとか使わせることによって、こう、ロイホグがね、はい、通るよというようなデッキです。よし、ぜひね、これめっちゃおすすめですね。はい、続いて第2位は、コカッちゃん。まあ、この、ゴブリンバレルと、ウォールブレイカーですね。スケバレではなく、ウォールブレイカーの、このコカツデッキも、まあ結構使われてるし、
個人的にねすっごい好きなんですよ。超強い超強いと思ってて、このデリバリーの枠はね一応ウッドでもいいんですよ。ウッドでも替えが効く感じなのでそこはお任せなんですけど、まあ、ウッドだとこう、まあ、攻めが強いよね。相手のスケルトン部隊読みウッドだったり、まあ、なんか最後の削りのウッドだったりが強くて、まあ、デリバリーだと、まあ、防衛がねちょっと気持ち楽になるかなっていうのがあるんで、まあ、防衛苦手な僕みたいに防衛苦手な人はデリバリーがおすすめかな。俺守るのうめえからって人とかはもうウッドでねガンガン攻めウッドしちゃいまくってもいいかなと思います。さあヤリゴブボムタワーはさあ来ましたね。これも結構流行ってるウォールブレイカー、コウモリのやつだと思うんですけどね。よいしょ、まあウッドでナイトかな。さあ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 、まあ大流行ウォールブレイカーデッキですね。相手もまあ、マジアチャ型とこのファイボ型があるみたいな感じですよね。で、これコウモリだと思うんで、コウモリ読みプリン出します。はい、おめでとう。いいですね。で、このちょっとムート残ってる間にユーノとか追加してあげて、ちょっとうざそうじゃないですか。いや、いいね。相手めっちゃ困ってる。で、ユーノが？いや、相手コストないですね、これ。コストなくて、これだからウォールブレイカーで攻めて、なんならもう一個使った瞬間にゴブリンバレルも。よし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 。オッケーオッケー。で、これコウモリも出したから、ゴブリンバレル対応できない。よし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 。いやらしい攻めをすんな、俺。まあね、この、まあ、今回相手がファイボートウッドがあるんで、まあ、あんまりこうウォールブレイカーとかバレルとかは、ボムタワーもあるんでね、そんな刺さらないんですけど、今みたいな感じで、ムートとか言うのがね、結構刺さる相手だと思うので、まあ、ナイトを裂いたタイミングのユーノとかムートとかが大事になってくるかなと。で、これも全部ね、デリバリーで守れちゃいます。よし、まあ、8枚プリンとかで削ってもいいかもしれないですけどね。削れないんでね、僕最後デリしかないので、こういうとこで積極的に削って、いや、これ一発あるだけでもできるけどな。これやりゴムかな？どうだろう。さあ、まあ、ファイブを使ったんで、後ろからムートとかも出しつつ、あれなんか来たらデリですね。さあ、これなんかついでで美味しくいけるからのこれね、相手あれなんですよね、このもうこの陸受けがしんどいんで、もう陸で攻める。そうそうそう、あはいいね。からのハンターよいしょ、おい。でもこれには、まあ、ウッドでしょうと。でもウッド抑えたらあれ、さてはメンタルさよならボーイくん、オッケー。さあ、まあこんな感じでね、まあゴブリンバレル飛ばしてもウッドくれ、ウォールブレイカー飛ばしてもボブダーが来るけど、ナイトでしかやっぱムーというのを受けれない。てかまあやりゴブリンもあるんですけど、やっぱねムートの受けっていうのにナイトを使ったら、その追加のね言うのがね最強っていう感じで、まあ、陸でも攻めれるし、相手ウッドなかった時点で、まあ、ぶっちがほぼか、勝ち確みたいな感じでね、枯渇要素もしっかりしてるので、おすすめかなと思います。さあ、ラストね、第1位はこちら、キョスケロイジャイデッキ。まあ、キョロイ、強いんすよね。本当に強い。もうなんかね、しかも使いやすい。最強だと思います。で、ファイボの枠とウッドの枠は、クエイクだったり、ローリングバーバリアンだったり、まあ、ザッピーの枠も、まあ、コウモリとか、いろいろね、替えがあるので、そこはね、お任せするんですけども、まあ、一番ちょっと使いやすい型で、今回やっていきます。このザッピーでファイボ型が、まあ、やっぱこう、とりあえずユニット避けるし、結構一番使いやすいかなっていう。まあ、クエイクの方が、まあ、施設相手ですかね。施設相手に対しては勝ちやすいっていうのがあるんですけど、まあ、ゴレとかラバとか、まあ、総合的に見た時にファイボの方が、まあ、使いやすさで言ったら上なんじゃないかなと思います。そう。これはまさか。エリポン。ポン！来ない。おぉ。おまがん。エリゴーレ？久しぶりに見たな。え、ちょっと待って。マジで久しぶりに見た。しかも俺相性いいから全然苦じゃねえ。え？エリゴーレ久しぶりじゃないですか。マジでバカ久しぶり。しかもこれ、キョスケで全部行くんですよね。多分。いいね。いや、これハンターいらんな。ハンター死んでいい。あ、いいね、いいね。待って待って。やばいやばい。キョスケ戻ってくんだ、キョスケ戻ってくんだ、バカバカ。さよならして。よいし
ザッピー残る。いや僕のトリトンはちょっと散歩してって言ってたんで。うわなんかすごいすごい方だな。うわすごいすごいな。これちょっと無理して守ろうとすると事故るんで、カウンターを考えて守ります。こんな感じでちょっとね、なんか完全に守るというよりかは、守れてないんですけど、ちょっとカウンターをね意識してユニットを残してカウンターでね1本取ります。いやこれでいいんですよクラロで。こう逆サイドにもう単体ロイジャー行くだけで君きついでしょっていう。あこれでもインド来る。あ OK コストない。よしよしよし、まあ、こんな感じで、待ってこれインドラ来そうだな。遅れて LSP 分のコスト回しちゃおう。 LSP？ いや君なら救える。世界を変えろ世界よ。あいつはまだまだでしたね。走るのが遅いんだ。よしさあエリゴレがズコン。エリゴレがいや来そうで怖いな。まあ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 さすがに一本おられてちょっとヒヤヒヤしてますけどちょっとだけねヒヤヒヤしてますけど、まあヒーラーとかライドラインドでまあ事故る可能性もなくはないけどみたいな。よしエリゴレの後衛はキョスケ、エリゴレはハンターで溶かします。さあ来たよねエリゴレ。ここちょっとインドラで溶かしてもらって、よしよしよし溶かしてもろて、よしよしよし後衛死んじまえばね。これでこれが残るときやばい。よしよしでもはいロイジャイザッピーでインドラ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 こんにちはお疲れ。よしで真ん中京介とかもしちゃって、さあトリトンなんで双子かおいナイス。まあね、なんかこんな感じで右側の途中の防衛方法、焦ってなんか出しててもユニットが溶かされちゃうんですよね、バルキリーヒーラーで。なので真ん中感じハンター低め置いてこう、まあダメージは受けていいので、僕のユニットがね、全部残るように守ると、いい感じにね、カウンターが決まるので、まあ、ああいったね、防衛方法とかも参考になればいいかなと思います。エリゴリやばい。興奮してる。久々に見た。なんか楽しいですね。はい。まあ、というわけで、ぜひね、環境デッキ5000ね、僕の中で、選んでみました。よければね、このどれか使ってみてください。参考になればよかったかなと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。